雨の日のチャリンコは辛いぜ。なんでいろいろママチャリカスタムしてみました。カッターで一生懸命切って、こう、ど、く、プラスチックのペダルをアルミのやつに変えてみました。あまりにもママチャリっぽいフェンダーを取ってクロスバイクのものをつけました。シートポストとかここら辺をブラック塗装しました。カゴもブラックで塗装して、あとでここら辺もねブラック塗装します。シートを上げてハンドル下げたらね、結構スピードがね出るようになりました。下向いてばかりじゃしょうがないんじゃないですか。今日はね、これからニューヨークタイムズに認められた街盛岡、世界から認められた街盛岡のスナップそしてポタリング楽しみたいと思いますよ。孤独号。それではね、ここは岩手大学でございます。今日日曜日ですんでね、学生さんはいらっしゃいません。なんかそのサークルとかなんとかって言ってる雰囲気もないですね。音も全然聞こえないです。車は結構止まってるので、まあ、何かはやってるんですよね。今のあの学生さんは車通学多くなりましたよね。昔はあの原チャリチャリンコだったんですけど、かなり贅沢になってるな学生がこうやって車で通ってんのに、50過ぎたおっさんはチャリだからなどうなんだろうね。まあ、あの原チャリとチャリンの方もね、あの多いと思うんですけども、的にはやっぱりチャリンコがね一番だと思うよ。学生はあのもっとねスピード出して走りたいんですけども、今日僕テンガロンハットかぶってきたわけですよ。これ風に弱い、翼が大きいからすごい飛ばされるんですよで必ず僕ここ通るな。あの大きな木ね、何の木なんだろうね。うっそうとした農学部のところ、そこに通って、必ずその後、重要文化財、重要文化財のところ立ち寄って、必ず孤独の定番コースですね。左に向かって、重要文化財がね、ここにあります。この背後にちょうど池があって、蓮の花がね、今あの満開で咲いてましたね。とても綺麗です。こうやってね、あの木陰の中でここベンチとかあるんでね、ぼーっとするのにはね最高のとこですんでね、皆さんもよかったら、あの出入りは自由なので来てみられたらいいと思います。海運橋に続く通りでございます。今日はこの風強いので、自転車用ヘルメットにすればよかったというつくづく後悔してましたよテンガロンハットは今日みたいな日には不向きですね。そもそもチャリンコには不向きだね、テンガロンハットつくづくそう思いました。まあでも気持ちいい。
じゃあね、火炎橋渡っていきますか。ここは切符市緑地ですね。自転車で来てますね。クロスバイクとママチャロリーで、まあ、ちょうどいいね今日はね。こうやってゆっくりと川沿いを歩くのもねおつなもんですね。駅前の通りですね。まあまあ人が出てますね。まあまあね。いや僕すごくね不思議なことあるんですけどもね、いまだにこうマスクしてる人、それもこのもう初夏ですよ、初夏でマスクしてる人ってどうなのかね、僕にはちょっと信じられないんですけども。開運橋から菜園の方に行くね通りです。このまままっすぐ行くとデパートの川徳さんがあるんですけども、川徳さんは今年の4月に新会社を立ち上げたと。株式会社川徳と名前はそのままなんですけども、運営主体がファンドになったんですね。よくあるパターンですよね。ファンドを買収してっていう感じで、まあ、先週かな、先々週かな、古着のイベントがあったんで行ってみたんですけど、まあ、ガラガラでしたね人ね。抜本的な他にはない何かやんないとねどうなのかなっていう感じはしましたけど、頑張ってほしいなと思いますね。映画館通りでございます。映画館通りね、シネマストリート。映画館もまあ一つ姿を消しちゃったわけですけども、今後それがね復活するのかどうなのか、そのまま数が少なくなったままなのかどうなのかね、何とも言えませんけども、僕は障害者割引っていうのがあって、映画をね、1000円で見られるんだな。なので、せっかくだから、今まではもう、あまり映画を見える人じゃなかったんですけども、ちょっと勉強のために映画を見てみようかなと思いますよ。撮影の仕方、編集の仕方。その映画を見てね、何かをやるっていうわけではないですよ。撮影の映像かな、映像作品を作る上での勉強のために、せっかく安いんで映画を見る機会を増やそうかなと思います。で、裏路地行ってみましょう。 大通りのね裏路地でございます。まだねこの日活ビルは解体に着手してないですね。まもなく解体されるんじゃないかなと思いますけど、今夜はどうなるのかな、僕お酒飲まないんで全く来ないんですけど、夜の街がどうなってるのかね、ちょっとぐるりと、まあ、昼はこんなもんですよ。今日日曜日なんで特にラーメン屋さんとかねそういうのがねいっぱいあるわけでもないんで、どうしても人通りは少なくなっちゃいますよね。この一応この左側はラーメン屋さんなんだけど、あ、やってるな麺屋ヨーリさん。まあ、いつか機会があったら来てみようかな。あ、一応結構やってますね昼ね。でこれを左曲がってもう一本裏路地通ってみましょう。スキヤ川又さんやってるのかな、やってないよね今日日曜日だもんな、夜ですよね。でここを右行ってみるか。右行ってこのねまた本当に右行くと細い僕がいつも絵にする路地、ここねシネマ横丁、絵になんだよねここね、特に夜。昼はまあちょっとこうはっきりとしてるんで、夜のね薄暗い明かりの中ここをこう
なんていうのかな、あのジンバル持ってゆっくりと歩くとすっごいいい絵になりますよ。はい、ここはねシネマ横丁でございました。今日はですね歩行者天国ということです。僕も旅館に来た時は毎週日曜日歩行者天国やってまして、まあ、人通りはこの5倍ぐらいはあったんじゃないかな、やっぱり少ないですね。盛岡今の観光客がたくさん来ているとはいえ昔に比べたら圧倒的に少ないと思いますね。桜山神社の通りに入ってまいりました。一応再開発されてね建物が新しくなったのここまで、でここから先はフレームをね昔のままずっとこのままだと思いますよ。これ再開発されたらもう大変でしょう。権利関係がかなり複雑、またがしまたがしの状態でね、建物も古い、もう営業している方々をねどかして新たにやるって言ったら、大変でしょう。昔だったらねなんか怖い人たちが出てきて強引にやったんでしょうけど、今そうもいかないですね。なんかイベントやってますね。三叉踊りやってるな、太鼓持ってるね。浴衣着てますし、これから三叉やるのかな、ちょっと見てみますか。人だらけね、人だらけ。何はないイベントやってるってわけじゃないんですけども、観光客の方やたくさん来てると思うんで、三叉踊りをちょっと踊った風にして出店をねいっぱい出店してるっていう、そんな感じでした。まあ一種のバブルですね、バブルね。ここがですね多国賢治青春館でございまして、昔銀行だったんですね。89銀行だったかな、そんな名前だったと思いますね。この中出入り自由で喫茶店があるんですよ。その喫茶店もなかなかドリップコーヒー出してくれるんでおすすめです。盛岡信用金庫本店でございます。この本店のとこから横道入って東屋さんのところに行くね、細い路地通るのが好きなんですね、まあ、必ずここら辺来たら通りますね。用がなくても通ります。ここね前に人今歩いてますけど、ここをこんな感じで通るのが好きですね。この通りも好きですね。真向かいにあるのが御座という旧商家、旧じゃないな、まあ、今でもそうなんですけど商家ですね。でここをこう道が曲がってですよ、今車青い車来ましたね。この曲がり具合もねいいんですよね。まだまだ紹介したいところはたくさんあるんですけども、明日ですねクロスバイクで50キロぐらい走んなきゃダメなんですよ。都から岩泉までですね。なんでねこれ以上ちょっと体力使いたくないなと、温存しておきたいなと思いまして、帰ってから明日の準備とかします、そういうことでねおっさんのママチャリ物語ということでお届けしました。私はこれからママチャリとともにね歩んでいきます。下向いてばかりではしょうがない、前を向いてね歩んでいきます。皆さんもねママチャリっていう乗り物を改めて、見直してよかったらねそれを活用していろいろ街歩きとかちょっと遠乗りとかね出かけてみるとね心も晴れやかになると思います。そういうことでございます。それではまた。